はい、こんにちは、ケイソウです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、本日はペグリンですかね。ペグリンっていうゲーム、まあ、CM でちょっとあの売ってて、はいはい、可愛かったんで買ってみたんですけど、なんかピンボールっぽいんですよね。ペグリン、ペグリンはほぼ全てのオーブとレリックを使いこなす何でもや、その高い柔軟性と適応力が勝利の鍵となる。じゃあなんか種類がいる感じですか。クラス、そうだね、新クラス続々登場予定。あ、まあ最初はペグリンしか選べないって感じかな。まあとりあえずじゃあペグリンで、はい、いいですよ。手を貸そうか。いや、いいです、スキップしよう。あ、え、あれ、あ、そう、まあまあ、でも手を貸すって言われてんだな。爆弾が3かリロードで全ての敵に。ちょい割るチーズな、はい、ちょい割るチーズとユニコーンの角をかっこ当てた。エイム距離が伸び、追加でバウンド表示されるようになる。あー、ユニコーン強そう。ユニコーン強そうだ。誰が手を貸そうかって言ってくれたんだろう。はい、俺だよ。お前か、うん、これがステージ。一瞬だけ上に行ったのこいつ。なんかインスクリプションみたいだね。ね、はあ。ダガーは通常攻撃ではほとんどダメージを与えられません。しかしこれ2ヒットさせることで驚くべき強さを発揮します。びっくりマーク。このターンダガーをこれにヒットさせるのが難しそうなら、左側にあるゴミ箱に捨てることも可能です。ほん、ゴミ箱、はい、まあ、ようわからんな。じゃあやってみましょう、とりあえず、はいはい、あー、そういう感じね。なるほど、あ、いけんじゃん。こうだね、やっぱユニコーン強くこれユニコーンのおかげだよね、これ絶対ユニコーンマジで強いと思う、うん、はいはい、あー、そういう感じね。あ、なるほどなるほど。え、めっちゃいくやん。さあどうだこれは。うん、え、強くね。はい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 、いいじゃん。まあビックリマークに当てれ続ければいいってことなのかな。まあ中じゃなくて上にしたら。そうだね、そうね、こっちがいいな、うん、いいと思う、いいと思う。まあ多くやった方がいいと思うし、うん、あ、いいね、はいはいはい、R ってやつをやると、はい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 、はい、再配置されるんだ。ああ、そういうこと多分。あ、でも一撃じゃ倒せなかった。これがどんどん近づいちゃってゴブペグリンに当たっちゃったらもうダメってことか。はい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 、どうしようかな。あ、いいんじゃんそれ。こっち側に真上軌道中に当てるか、うん、中に入れて、うん、まあ、跳ね返ってくれる。あ、いいね。あの爆弾どうしたら爆発するんだろうな、わかんない。ああ、へえ、まあまあまあ、ちょっと面白いね。今んとこな。今んとこ、ちょっと、え、これユニコーン必須じゃないこれ。ちなみにだけどユニコーンマジ強いね、うん、これユニコーンのおかげだよな。ユニコーンマジ強い。ああ、まあ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 、なんかびっくりマークに当て続ければいいのかな。やべえ、どんどんびっくりマーク、クリティカルでしょ。クリティカルか、うん、やべえ、どんどん近づいてきたな。ちょっとよくないぞ。なんだこれ。あ、これ、この石、石ころ、石ころ、石ころ、これがダガーか。24ね。ダガーをこれびっくりに当てなきゃいけないってことか。あ、じゃあ石ころは2でいいんだ別に。じゃあ石ころは取っといていいんだね、はいはいはい、多分。お、なるほどね。いや、いっぱいいっぱい壊したいな。いっぱい壊した方が多分ダメージ出るだろうからな。この爆弾、この爆弾、お、爆弾2回だ。8ダメージね。爆弾2回落ちた。あー、なるほど、全体なんだ。うわ、強い、それは強い。爆弾強いわ。あー、そういうことね。2回当てなきゃいけないけど、何回も当てなきゃいけないってことね。はい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 、爆弾に当てたいな。爆弾当てたらもう終わりだもんね。そうだね。あ、どれ、直接当てれば。あ、直接当てて、もう一回跳ね返らして、うん、そう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 、これで、あー、そっち行っちゃう。1回当たってるし、1回目で当たると火がつくんだ。うん、で、もう一回当たったら、おお、これで爆発だ。うん、はいはいはい、これもう、完璧やん。勝ったでしょ、これ。うん、あ、さあ、あ、強い。あ、めちゃくちゃ強い。爆弾めちゃくちゃ強い。新しいオーブ。詰まってる。あ、そう。ああ、2ヒットなんだ。はい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 、はい。画面上流敵をターゲットできるのかな。的量しか。マルチボール。マルチボール。あ、増えるんだろうな、これ。増えるボールだろうね。うん、あ、ほんと書いたら。ムラッケだが。あー、はい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 、ダメージでかいってことね。的量しかがなんか分散して面白そうな感じするけど、どうだろう。ちょっといいですかこれ取って。的量しか、はい、追加する。これから石ころの、うなんだこの、ドクロ、ドクロ当てていいのか、なんだろうな、これドクロの意味が分かんない。他の消すみたいな、なんかハテナって出てるからよく分かんないけど、でもドクロね、跳ね返らないんだよね、うん、だからまあ、じゃあ当てなくていいんじゃない、うん、当てなくていいか。どうしよう、全消しみたいな。いいんじゃん、いい、いい、ここだ。ほら、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 あんまだったな。
なんだ今のボーナスステージ的なやつだったのかな、本当によくわかんないね。最後のボーナスステージ的ないっぱい消したらいいことあるみたいな。あ、終わった。マトリョーシカがほら今装備したから、はいはい、で、まあ、ここはダガーでしょ。あ、ダガーこれ、あ、石ころこれがダガーで、あ、これそうだね、今石ころだね。まあ石ころだね、まあ、爆弾、まあ、垂直でいいんじゃないの。垂直強いよね、い2回連続当たるよね。あ、微妙に難しいか。あ、まあそれしかないね。えい、あ、行ったよ、行け、よし。あ、オッケー。これ全体50ダメージぐらい出るでしょ。うん、爆弾ゲーじゃんこれ。爆弾ゲーです、ね、爆弾ゲーミング、さあ、はい、どうぞ全体攻撃。えい、え、あ、あ、あ、びっくりした、届かないのかと思った。あ、なるほどね。あ、後から出てきちゃうから爆弾の使う、あ、でも爆弾復活してんの。うん、復活ってか2個あったよ最初から。ああ、あったのか。うん、 R に当てないと、 R に当てると復活でしょ。 あ、今当てなくていい別に。まあとりあえず、まあ、爆弾狙いか。はい、当たるでしょう。当たんねー、よし、ナイス当て。あー、火強いだけが。あー、はい、で、出てきた。で、あ、爆弾火ついたまんまなんだ。そう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 、強いな。じゃあこれに当てて、この R を狙ってリセットを狙うか。この角度、えいえいえい、あ、リセットいけないか。あ、すごい、跳ねる跳ねる。ああ、まあまあまあ、爆弾で、まあ、全体大ダメージ。杖、爆弾杖、ボン、バン、はい、こういうすごい弾を水平に飛ばす力を持ってるね。すごい強いな、こいつ。ダガーか。ダガーは R、このビックリマークに当てると大ダメージだっけ。そう、でもまあ今弱いんだよね。確かに、なんかもう何でもいい、何でもいいや。あー、リセット強いね。あ、爆弾復活しないんだ。あ、ほんとだ。あ、ダガー弱っ。1だもんね。あ、マルチボールや。まあこれはもうバウンドさせまくるよ俺。暴れさせろ。オラーテイ。あ、2個なんだ最初は。レベル上がっていくともっと増えそう。弱っ。あ、まあ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 、はい、で、これでループしてまた石ころから。あ、60強くね。ランダムなんだ。60強いな。敵の人ポイント60つらいな実は。いや、いかに爆弾が強いか分かるな。ほら、何今の。わかんない、なんか効果発動したね。18、なんだろうな。ダガーは絶対これに当てたい。まあ一旦そうね。いいじゃない、クリティカルで。あ、クリティカルか。ビッグ、あー、そういうことか。21ダメージ。あー、28か。さあ厳しいぞ。いや、右のびっくりちょっと当てながら、びっくり2個当てないときついね。厳しいね。あ、これどうにかなるかな。いや、良くなかったか。いや、良くないな。良くないですね。4、やばい。次食らっちゃうよ。リセットするか。あー、ありだね。頼む、これ稼いでくれ。うわー、 あー、あと、オッケーオッケーオッケー、ぴったり。あ、ぴったりか。ぴったり。危ない。はい。これ、まあ、HP100 あるから、多分食らったとしても、そうね。そう、いきなりゲームオーバーではないとは思うんだけどね。ノスペラトゥ。自分の HP を回復し、ターゲット的の回復量の1倍のダメージ。へぇ。自身15ダメージ、弱いな。微妙だね。稲妻ボール、バウンド時に付近の電撃を放つ。強そう強そう。あ、縦に、縦列にいる敵を全て攻撃。今んとこ横列しかないけど縦列も出てくるのか。これはメモリーオーブ。この戦闘中にヒットさせたペグの数に応じて、0.34 の追加ダメージ。これ強くね。これも強いね。戦闘中一度だけか。あ、なるほどね。まあ稲妻か、これだな。稲妻だな。じゃあ稲妻で。これいいね。どんどん石ころが強くなっていくのに。ちょっとハテナ狙うか。ハテナ狙ってみるか。関係なさそうだけどね。あ、ないな。あ、真ん中に入れんのか、もしかして。あ、ここの炎に入れんのかな。でもだったら下に直接入れればいいからな。まあそうだな。あ、進む方向か。ね、あ、ぽいわ。あ、進む方向だ、今の多分。うん、なるほどね。そうだ、あそこでどこに行くか決めるんだな。そうだそうだ。さあ、石ころだから、まあ、うん、またインスクリプション見が増したな。進む方向とか言って。それ上にバウンドさせた方がいいんじゃないの。こんな感じ。違う。あ、こうやって、こうやって。いや、上のやつにバウンドさせた方が下に落ちていくときにいいんじゃないかな。ああ、なるほどね。しょぼ。まあ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 。さあ、稲妻ボールだよ。稲妻ボールを見つけました。このオブは付近のペグに電流を流す、追加ヒットさせる力を持ってます。また敵を自由にターゲットできます。うん、対象を選択するには、敵をクリックします。はいはいはい。はいはい、厄介な遠距離攻撃をしてくる敵。あ、そんな敵が出るんだ、こいつだな。そいつだね。オッケー。ああ、いいじゃん。じゃあ稲妻ボールで。どんな感じなんだろうね。どうしようどうしよう。こんな、こ、難しいな、この動いちゃうのように。ああ、もう、えい、
あ、よくなかったな、うん、よくなかったっすね、うん、あ、でも爆弾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 で、稲妻と、はい、あ、倒しきれないなら微妙だったな。うわ、結構いるな。爆弾も発動させたいな。リセット、あー、爆弾は触れられなかった、うん、まあまあまあ、はいはい、そっちに攻撃するのね。石ころか。爆弾を狙っていきたいけどな。リセットしちゃダメだったね。じゃあそうだね、リセットすると爆弾守られちゃうんだな。難しいな、これどうにかなるかな。あ、クリティカル、あ、オッケー、あー、いかなかったか。あー、微妙、微妙だったね。でも次もう爆弾が、あー、そいつは2進んでくるんだ。うん、なるほど、ね、そういうキャラもいると。いかねえな、絶対撃てるという言葉信じてますよ、私は。いけるでしょ、マトリョシカだし。これで爆弾発動よ。なんということだ。いける、いける、信じてたんですけど、ね、やばいやばい、近づいて、おー、2位進んでくんのよくない。あ、これターゲットできんだ、これダガーだ、まあ、これで確実に爆弾は触れるけど、えい、よし、これで大ダメージは出るはず。クリティカル、ナイス、でかい、クリティカルが出たのはナイスだよ。あ、強い強い、あー、食らうのか。弱っ、2ダメージか。なんだ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 だな。2ダメージは弱いっすね。まあ、っでも爆弾がもう強すぎる。爆弾強いね、うん、ぶっ壊れちゃってんな、単純に爆弾が強い。あー、クリティカルも発動して、おー、ナイスクリティカル、はい、はい、終わり、素晴らしい。これは、はい、トゲトゲボール、攻撃時敵に巻きつき付与、巻きつき毒みたいな感じかな。その場から動けなくなる。あー、なるほどね。横を通過した敵はダメージを受けるだって。へー、エコオーブ、全体攻撃、ほうほう、エコオーブか。直前の攻撃ダメージの 15% を追加で与える。へえ。リロード時エコーの追加ダメージは破棄される。じゃあ R 取っちゃうと良くないってことか。これがオメガオーブ、ヒット時ペグを弱くする。ペグを弱くする、はあ、でも強いなこいつ、号泣だもんな。はあ、オメガかな。オメガでしょうね。追加する。はい。さあ、どっち行きますか。真ん中だとちょっと難易度が高いってことじゃないかな。この炎がメラメラってなってるってことは。ダメージ。食らったわ。あ、はい。じゃあ右行きましょう。はい。よいしょ。はい。これで右に進むか。あ、なるほどなるほど。君は軽快な手さばきでポーカーチップを投げる年老いたペグリンと出会った、はい、お前さん、自分のことをギャンブラーだと考えたことは。チップを投げる、投げるだろう、ギャンブルに負けた。はあ、なるほどね、投げるだろう。目の前にペグリンの瞳がやけにギラついてみる。あれ、もう一回やるかい。ああ、投げるだろう、もう一回やるよ。ああ、もう一回やるよ。はい、オッケー、よかった、はい、イカ様チップ盤面最下部にショットダメージを増減させる倍率が付与される。あ、よくわかんねえな。なるほど。またはスキップ。え、これプラスだよね、入手して一緒、いいことだよねこれね、うん、あ、ギャンブルに勝った、はい、Thank you。 次回が楽しみだと。結構 HP 食らったけどね。ああ、まあ、あ、これもうなんでも大丈夫、ランダムじゃんこんなの、うん、どこ行ったか分かんねえよこんなの。えい、でもまあ同じだからな。ああ、はい、まあ、右行った。はい、このドクロは何だろうね。ボスとかかな。敵か、うん、あ、すごい、なんか充実してきた。これなんだっけ、石ころか。これ石ころか。石ころ。まあ、クリティカル引きたくない。これあれか、さっきのイカサマチップか。ああ、下がそうだね。倍率だね。だからどこに落ちるかって感じだね。0.5 もあるわ、でも。0もあるのか。まあ、右側に行っときゃ間違いないでしょ。えい。あ、それも消えるんだ。なるほど、なるほど。あ、ナイス、うん、2倍。2倍、いい2倍だ。強くね。あ、強いわ、イカサマチップ。イカサマチップ強。これが一番右か。それこれなんだっけ、オメガオーブか。うん、ヒット時ペグを弱くする。ペグって、最初5だから。ペグはこれだよ。ああ、こいつか。浮いてるやつ。あ、じゃあ、あんまヒットしない方がいいってこと。
いやいや、1回ごとに減っていくだけでしょ。そっか、まああんま考えずに普通に2倍狙えばいいかな、うん、いいと思います。はい、これじゃあ落ちちゃう。あ、爆弾が発動するか、これ、うん、いいんじゃない。これいいね。あ、強いわこれ、絶対強い。はい、オッケー。爆弾ダメージとんでもないじゃんこれ、50。あー、爆弾ダメージは影響ないか。貫通した。貫通ね、貫通ね、貫通もあるよ。ほうほう、これダガーだね。ダガーびっくりマーク。これ大ダメージ。それ当てたいね。あ、いいじゃん。お、いいね。おー、ダブルクリティカル。おー、77ダメージだ。84ダメージの10倍。うわ確かにもったいなかった。もったいね。いいじゃん、稲妻。左だな。左。あー、でもゼロの可能性あるかな。ゼロちょっと怖いね。右か。あ、今の角度行かなかった？ん？今の角度、もうちょい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 。ここ？もうちょい、もうちょい、もうちょい。ここ？あー、ま、もうちょい上なんかの右に抜けるル。あー、そう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 。これか。それいい。あー、いいね。いいね。稲妻ボール。お、お、頼むよ。お、強い強い強い。ナイス。あ、弱いね、そんなにダメージ あんま打てなかったか。弱かったね、はい。どうしようかな。え、これさ、マトリョシカ2つあるけどさ、どうなるんだろうね。え、ちょっと R したくない？ん？ R したくない？あ、リセットね。うん、リセットしてそこの中入れたらクソ強くね。確かに、うん、これ入るよな。はい、あ、弾かれちゃうかな。あ、ちょっとした。あ、そこでいいじゃん。ここにじゃ、ここに、ここで、いいや。はい。あー、とんでもねえダメージが。はい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 。あんま勢いがないな。0.5 か。3ダメージ。そんなに弱かった。真ん中のやつってダメージじゃないのか、もしかして。あ、ダメージがないかもしんない。ないっぽいね。クリティカルとリバースはあるけど。なるほどね。うわ、石石か、ちょっとやだな。あ、そっか、石ころとかはこの丸で倒さないといけない。その四角をダメージ減にするやつもあるのかもしんないね。まあまあ、行こう行こう。爆弾狙いに行くか。うん、これで爆弾、まあ今 0. 何倍になってもいける。あー、爆弾触れられないか。1倍16ダメージいって。あー、ちょっときついね。石ころか、これで爆弾びっくりマークあるで。クリティカルするか。ペグマイナス1、そういうことか。クリティカルさせていいもんかね。なんで、どういうこと。まあでもこれで倒せるか、これならクリティカルで。12ダメージか。うわー、微妙にいかない。2倍。 OK、 24ダメージ。ナイス。110近づいてきたね。お、なんだこれ。オメガオーブじゃん。かペグを弱くする。これで爆弾発動しないかな。おー、ワンチャンあるよ。お、発動しなかった。最悪、しかも0ダメージ。いてぇ、こいつ遠距離か。爆弾火はついたね。うん、じゃあ落とすか。それは無理じゃない。無理か。それいかないでしょ。奥でしょ。奥いけないか。いや、怪しいね。奥いけないのか。あ、今一個前のやつで左当たって右いけんじゃない。それで、あー、ちょっとた、あー、そう、そう、これでいけるかな。ちょい下じゃね。あー、もうちょい、もうちょい、もうちょい、うまく、うまく、うまくやってくれ。ここか。あ、跳ね返って、怪しめだけど当たりそうじゃない。やってみ。あー、残念。2打、4ダメージ。いいねー。フィーバー、はい。稲妻ボール来ましたよ。うん、稲妻、まあでもターゲットできるといえど、あ、でもさすがに爆弾当てるか。とりあえず、ね、とりあえず爆弾当てて。あ、いいんじゃない。お、お、強い。9ダメージ、10ダメージ、21。お、強い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 。24。お、強い。しかも2倍、完璧やん。やばい、爆弾でさらに50ダメージぐらい。50ダメージから58ダメージ。完璧やん。稲妻、稲妻やってくれたか。石ころ、石ころやだな、おい。これなんかパスができるってか。あ、パスできんのこれ。バックでゴミ箱捨てれるけど、まあ次も石ころだけど、ちょっと試してみようぜ。愛バックバック。あ、なるほどね。これ1回までって感じかな。はい、まあ、1分の1だから。ああ、ゴミ箱の数が1分の1ね。まあまあ、石ころから石ころだったけど。まあまあまあ、でも、次、マートリョーシカが近くなったからいいんじゃない、ね、はい、まあ、クリティカル狙って。いいじゃん。難しいな。ああ、うわうわうわ。1倍、28ダメージ。ーうん、なかなか。マートリョーシカでクリティカルでなんとかなりそうだな。わあ、強え。ゴリ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 。強い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 。え、これが 0.5 倍と2倍。合計値か。ああ、合計値なのね。強い強い強い。はいはい、オーブを強化する、または 20% オーブ強い方がいい。オーブだね。そうだな。はい、強化か。何がいい。石ころはいい。石ころはいい。稲妻かな。まあ、自分が使いやすいので。マトリョシカ。はい。うん。強化でいいんじゃない。オッケー。さあ、どこへ行こうかな。
じですね。なんか右目指してみるか。OK。右目指しづらくなった。おいおい大丈夫ですよそんなおいおいそんなやめてください。大丈夫ですよ、さすがに。おい、だからね、宝箱もあるね。あ、なるほどね。あ、なんかここは、まあ、アイテムがもらえるね。まあ、待ってからどれでもいいよ、適当に打ってくれ。あ、壊れないタイプのね。お、カードかな。遊びディナクセル追加オブスター。ゴミ箱が2つになるんだ、はいはいはい、ありがて。さあ次ですね。お、どっちのルートも宝箱。突然どっからともなく、燃え盛る炎が出現して君を囲んだ。火の玉を使うインフェルノーブ。いや、インフェルノーブゲットするだろう。うん、強い。HP10、まあまあまあ、でもインフェルノーブ絶対強い。予想通りの熱さを感じた。ほう。体内ながら、おー。ああ、いいね。え、ああ。うん、次は、まあ、こっちへ行こうかな。はい。両方宝箱なんだ。ねえ。あ、どっちの宝箱だろう。まあ、下全部宝箱なんだよね。さあ。なんだこの赤い道は。ね、赤い道やだね。エンダー。あ、ちょいわるチーズね。いいじゃん。あ、リロード時に滑ってる。お、強いね。強くね。ちょいわるチーズ、使用を理解してからだから分かるけど、強いね、強いな。強め。これはちょいわるだわ。なんか、左行けば？そうだね、怖いよね。やだよ、なんか赤いもん。赤かったもんね。うん、絶対行っちゃいけない気がする、これ。次も左行きたいね、宝箱だね。お、この世ならざるペグリン。いや、近づくでしょ。強化。え？え？待って待って、今インフェルノーブ強くね。他のオーブより軽い。え、強くね。ゼロヒット、1ヒットで爆発するのやばくね。自身にいいダメージ、まあまあ、いいだろう。まあ、いいよね、うん。クリティカルで7ダメージ。いいね。君を包み込んで、これ絶対左行きたい。ああ、消えつつあるってやつね。消えてる間に。まあ別に目押しですから。君の得意なやつですよ。よし、はい、OK。やだもんな、赤いやつ。怖いよ。なあ、ただの敵のマークかもしんねえけどな。左にとんでもないね。結構 HP 削れてんな、そして。あ、いいじゃん。え、強くね、質素な剣。これは質素だ。まあ、どっちも。えい。あ、今度この左はやばそうだな。あ、ボスだな、モグラがいるね。う、なんだこれ。なんだこれ。え、でも、ラッキーじゃね。これさ、石でやるのもったいなくね、うん、インフェルノオーブでやった方が。ああ、なるほどね。確かにインフェルノオーブでいくか。じゃあ、1個パスするよ。OK。捨てます。石ころを捨てる。あ、バックだよ。あ、バックかこれ。失礼。石ころ捨てます。OK。はい、OK。インフェルノで、インフェルノファイアー！しかも、爆弾も爆発。いや、ダメージやばい。ダメージやばい、これ。ダメージやべえ。しかも2倍やばこれ。ああ、死んだね。はい、280ダメージ。はい、はい、勝ち。行って、遠距離か。出た。遠距離ね。ああ、もう石ころがいらないよ。まあ、しょうがないね。ちょっと、まあまあ、打つしかないでしょ。でも、石ころも強化されてるのはでかいね。だが、クソ強えわ。ああ、いいとも、いいとも。オッケー、ここで。ああ、やっぱダメージ低いな。まあ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 、爆弾に。行ってくんねえか。あ、でも2倍だ。でも2倍。2倍ナイス。あ、でもこいつは HP15 だったからもったいなかったかもしれない。そうね。行って、もうこいつ。で、コウモリは2個進んでくると。行って、こいつ。おお。あ、マドリョシカ。まあ悪くないよ。爆弾を狙いたいね。これで2つ、いいと思う、いいと思う。2ヒットしないから、これ。うわぁ、マドリョシカ強化したらえらいことになってるけど、ダメージが低い。しかも0。400ダメージだったんだけどな。ああ。これマドリョシカ、これギャンブルちょっと考えもろだったな。そうだね、2倍は強いけど。あ、インフェルノ2個目よ。爆弾に当てよ、右側のこっちの、これか。特に当たんないか。いけそう、いけそう、いけんじゃないか。いやでも怪しいな、いけそうでやるの強くないかもな。ちょっと怖いね。うん、爆弾当ててくか、普通に行くか、確実に。うん、いいと思う。OK、まあ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 、で爆弾ドン、で、そいつにバン、オッケー、よし、完璧。はあ、で、だがね、クリティカルがでかいからクリティカルに当てていきたい。とりあえずね。とりあえずクリティカル。ワンクリティカル。で、まあ、右に行っちゃうと 0倍と 0.5 倍があるから、左に行くように打つか。うん。ああ、結局右行っちゃうわ。やーばい、やーばいくそ。出た、出た。はい。行って、行って、はい、で、これがオメガか。オメガ。オーバーフローだから、これかなり強いよ。いいね。左に行かないように。左が弱いのか。左ゼロゼロあるんで。確かに右に行ってほしい。これでいけるかな。お？ああ、ペグを弱くするが。左に向かってませんか？
ケソポテトさん。かーケソポテトさん、まあ、まあこれに関してはね、これに関しても許してほしいですよ。あーで次石か。石か、まあ消去できるよ、バックできるよ。次稲妻だよ、これの次。稲妻か、うん、稲妻にしよう。稲妻ナイス、行こう。こっちこの右に通したい、右の穴に通したい。これ絶妙な、ああ無事、これ感度低くしてほしい。えい、いいね、よしよし、ナイス。これだったら一番右ってまずいのでは。一番右まずいじゃん。おあ何やったっすか。さっきの感じで、左がよくない。あこれもそうね、ここがゼロだからね。石ころパスっすかね。痛い。これ石ころか、もうこれパスパスじゃね。パス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 インフェルノだろこれ。パスパスインフェルノ、どうにかしてもらおう。真ん中行っちゃいけないんでしょ。あダメだ、無理だな。いやもうすぐ落ちるようにしよう、右に。うん、いやよくない。いやここか、ここここ。あ今のライン、ここだな。あいいんじゃない。なんか感度低くして、うわーリセット。まあ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 1倍だったら OK。 かなりいいダメージだ。オッケー、よかったよかった。こいつの脅威は去ったな。いってー、もう雲が。で、稲妻でしょ、まあ、稲妻別にいっか。適当で。でもこれパス、なんか。パス、リロードの旅に戻るね。あ、リロードの旅なんだ。うまいね、君。君うまいね。これダメだ、イカ様。イカ様マジよくね。マジでよくね、イカ様。君うまいね。もうゴリゴリ減らされる。あ完璧。それでいいと思う、それでいいと思う。よし。いやいや、十分十分、爆弾でやるから。よし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 。なんだ、エコーはさっき、稲妻も。回復ありじゃないですか。さっき、これは回復？あ、20% 回復か。うん、そうだね、ボス、うん。ボスっぽいし、ね。減らないっぽいし。うん、まあ、右行きましょうか。うね、でも、右がボスだと思うんだよな。まあ、結局ボスだよね。一番下、モグラだったもんね、うん。で、この後ボスね。まあ、これが一面なんでしょうな。はいはい。サンサン太陽という回復。もう一休み、髪よ。なんだこのハテナハテナハテナって。あ、よかった。なんかパーセントでよくない、ね、よくないことが起きたんだから、はいはい。さあ、ボスだが。え、真ん中の木何？木が。だからサンダーでしかできないのか。石ころパスかな。石ころパスするか。でもオメガオブだ、次。オメガか。そんなによくないね、オメガね。まあ石普通に打つか。うん、いいと思う。一応クリティカルだけ気をつけてな。一番右な、はい。あ、クリティカルはさせといて。一番右気をつけてね。あー、知らないよそんなの、たまに言ってくれ。あ、あーよかった。ナイスー。キー邪魔だな、はい、おい。キー邪魔だね。まあオメガ行くしかないね。6級だからめちゃめちゃ強いんだよねこいつな。強い、すごいダメージ。しかもオーバーフローあるから、うん、ちょっと。でもな、このさ、右から2番目のゼロに行きやすさよ。いや、お前だから。いけるかな。いけるよ、それいけるよ。俺、これいけなかったら怒る、俺怒るよ。つるーっていくと思うよ。ほら、もう早速じゃん。オメガーいって、え、あ、ナイス。寄ってきた。なるほど。マドリョシカ、いや、マドリョシカやばいな、この場だと。稲妻だね。右3つ狙いたいから、うん、でもあんま跳ね返らないだろうな。そうね、まあクリティカルは刺しときたい。オッケー。嘘だいやー金うまいね、ピンボールうまいっすね。ピンボールうまいっすね。これちょっと左出そう。そうだね。ああ、オッケー。これで大ダメージでしょ。うん、うんうん、いいじゃん、いいじゃん。あ、爆弾も来て。あ、素晴らしい素晴らしい。全部2倍、かなり全部2倍、かなりいいけど全部木に当たる。いや、まあまあ2倍、まあ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 、いい爆弾。うん、こんな SP10 のやつに俺700ダメージ与えちゃったの。ゲロもったいね。700出たのにそんなことあります。あいつもデコイだな完全に、あのキャラは、いや、こうなってくると稲妻が強えな。じゃあ石ころでも使う。石ころってか、ケース直、石ころ消してダガーにする。消してダガーにすると、まあ木に行くか。いやでもダガーより石ころの方が今強いか。どうだろうな、まあ、ダガーも消してインフェルノという手もありますけど、でもインフェルノ今あんまりないか。爆弾に触れられるんだったらいいんだけどね。そうね、まあ、でもじゃあまあ打つか石ころで。石ころでじゃあ
まあ適当にやっても、キー殺そう。そうだ、キー倒したいね。いや引きな、38ダメージか36ダメージか。モグラ来た、モグラ来た、モグラ来た、モグラ来た。でも全然出せない。だからあ、消してインフェルノでもいいよ。まあいいと思う、それで消してインフェルノでここで爆弾絶対当てて。爆弾待ってよ、今じゃないけどね。まあ確かにな。まあね、まあ、怖いのは下の0倍に行くことだな、うん、めっちゃ行きやすいけど。だったら右上出す、こっちに出しちゃう、うん、こっちに出して、まあ、ワンチャンそっちだったら行きづらいと思うんだよね。確かに。いやでも半々かな、1倍、ね、1倍か0 か、 か、まあこっちの方が確率はいいと思う。あ、いいんじゃない、爆弾も。あれ、よしよしよし、ケソポテトさん、ケソポテトさん。爆弾のダメージ入るからですね。あ、そうね、はい、ケソポテトさん行って、俺二度とイカサマチップ取らないからね。あ、石、石弱いな。インフェルノじゃね、インフェルノかな。インフェルノじゃないか、それなんだっけ、インフェルノか、これインフェルノ。あ、まあ、うん、まあそうだね、今度こそいいでしょ。え、なんでこんな早い、他のボイ軽いって書いてある。あー、なるほどね。あ、強い。あー、キーが邪魔だ。モグラが来た。さあ次は大ダメージチャンスだけど、ダガーだね。ダガー、ダガー、石石だから悪くないね。右からこれ当てられるかな。あ、いいじゃん、オッケーオッケーオッケー、かなり。でもゼロ倍が、まあケソボトさんでいけるしょ、任してください。さすがにね。よしよし、弱やばい、弱いっすね。消して消して、稲妻でもいい。あ、リロード、リロード、稲妻、もう一回稲妻で、まあ右が2倍2倍なんでちょっとチャンスっすよ。リロード入れて、うん、かなりいいと思う、かなりいいと思う。行ってみよう、うん、かなりいいと思う。稲妻、うん、オッケー。88ダメージ。あ、てかあそこにダメージ入るんだ。あ、これ選べるからだ、選べるからだ。いや、やっぱ目の前のやつをやっといた方がよかったか。消して、消して、そうだね、決してマトリョシカだな。マトリョシカいいと思う。まあいかねっしょ、ゼロ倍ね。なんか4つあるから、まず4つあるんで、確かに、確かに。まあどれかいけばいいよと。どれか1個いったら終わりだからね、ゼロ倍は。ちなみにそうか、そう、どれか1個いったら終わりだから。マトリョシカとこのゼロ倍、うん、マジで相性が悪い。あ、でも全部避けた。お、とんでもないダメージ。60HP 出してたりして980ダメージ出たね。さっきからマジ目の前のやつになんなん。だって1回でもモグラに当たればもう勝ちだったのにな。じゃあインフェルノーブいきます。もうそれはもう適当でいいよ、しょうがない。あ、ナイスよ、いいリセット。ゼロだけいかなければ。おっと、ゼロのルート入りましたね、これね。やめてよ、ゼロルート入りました。本当にゼロじゃん、こんなのゼロルート入りました。絶対ゼロじゃん。うまいっすね、死んじゃう、死んじゃう。あ、インフェルノセカンド、これ爆弾当てながら、爆弾当てて、右弱いね、左に行きたいね。爆弾当てなくていいから左行きたくね。そうだね、右ゼロ倍になっちゃうもんね。あ、ゼロ倍さすがに弱すぎる。左に行く感じでいいと思う。爆弾いいよ、もうこれだったらさ、最低1倍じゃない。確かに。で、爆弾のルートもワンチャンある。ワンチャンある、うん、いいと思う。クリティカルな、いけ、当たれ、弱っ、弱え。さっきから何なんだよ、いてえ、こいつ10ダメージなのがマジやばい。オメガオーブ超過ダメージ、いいと思う、いいと思う、うん、ゼロいっちゃわないかな。オッケーオッケー、かなりいいぞ。あれ、でんごか、爆弾50入るからね。でオーバーフロー、木に阻まれてな、死ぬ。これまだ、まあ、もうこれマトリョシカじゃない。無理だな、ワンチャンマトリョシカね。いや、いいと思う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 。だってさっきからマトリョシカで1000ダメージぐらい出してるから。わかるよ、わかるよ。これモグラリ。あ、で、対象がキーになってるから今。対象キーか。これこうしてる。そうする。そして、そうそうそう。マトリョシカだよな。マトリョシカでいこう。だってもうこれ次10ダメージだから食らったら負けだもんね。でも111だからな。そうなんだよね。フェルノーブでも、まあでもいっか。もうマトリョシカで。オッケー、いいよ。狙っていこう。まあ真ん中以外でしょ。まあどうにかなるべ。1000ダメージ出すから俺。出るべ。はい。行こう。頼む、頼む、頼む。お、左右に行ってんね。いいよ。オッケー、オッケー。オッケーオッケーオッケー。いや、行ったでしょ、行ったでしょ、これ普通ドン、うん、ボン。あれ、弱い。 0.5 倍いきましたね。なるほどですね。 0.5 倍引いたから、これがうまいっすね。そうですね、なかなか私の才能が発揮されてんではないでしょうか、このゲーム。そっか、 0.5 倍か。なんかあの草にさっきからさ1000ダメージ吸われんだよ、 HP10 のあいつに。
まあまあ、木ですらないからね。そうね、木だったらまだしもね、一撃で倒せてラッキーみたいなのがあるんですけどね、はい、まあ、ということで一面とりあえずクリアということで、クリアということで、はい、まあ、高評価がね、正以上つきましたら、いただいたら、まあ、ギャンブルオーブを消した上で、そうですね、はい、ギャンブルオーブはやり直しますんでよろしくお願いします、はい、なしでモグラを討伐しようという感じでやってきますんで、はい、よろしかったら高評価お願いします、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。